ともとね、私も真珠昔から好きだし、撮影でもたくさん何十年前から扱ってますけど、真珠のことは知っていたつもりなんだけど、それはネックレスになった時とかリングになった時にこう分かることだけだったんですけど、核を入れたり細胞のちょっとやらせてもらったり、それとあと説明をいろいろ聞いて、なんかオペとかね、手術したりとか寝かせるとか、あとその2年間海の中で育っていくっていうことを聞いて、ちょっとやっぱり思いが強まりましたし、見方きっと変わってくると思います。3万5000キロぐらい。ああ、そうですか、すごい。手術する前の回もいるし、手術した後の回も。ああ、だよね。で、最終的に取り出すじゃないですか。はい、で、それの、こう、なんて、これは花玉、これはちょっと違う。で、こう、選別があると思うんですよ。はい、で、これ、綺麗にやっぱ並べないと。そうですね。これですね。そうそうそう。ちょっと洗いましょう。洗ったと思います。環境的にですね、こんな素晴らしいところでやっぱり作業をね、できるのはすごく貴重な体験でした、本当に。